リッキー、シーカーのレッツ深呼吸、火曜日の6時を過ぎました。はい、今日は7月25日、暑いね。そうですね、もう夏真っ只中ですよね、本当に。でもね、暑さに慣れてきてない、もうそろそろそう、リッキーさんめっちゃ汗かいてるよ。え、嘘めっちゃかいてるよ今の。はい、いや今は全然、俺ちょっと涼しく感じてるけど。いやでも暑さはまだまだこれからじゃないです。7月、まあ、毎年ね、うん、あの梅雨明けはあっちあっち言うけど、徐々に慣れてくるんだよね、暑さね。うん、まあ、今日はあのオープニングからね、はい、真ん中で登場してます。はい、ちょっとイケメンが、株式会社 U ファーストの、大坪よしかず社長によろしくお願いします。ね、ます、まあ、うちの番組 の、 あのスポンサーでもありますし、はい、今月はね、まあ、ウォーターサーバー天然水のね、キャンペーンということで、うんうん、ゲストさんにもね、いろいろお話聞いてきましたけど、まあ、今月のラストの放送ということで、はい、うんうん、お越しいただきました。まあ、今日はまあ、天然水についていろいろ話してもらったりとか、はい、まあ、沖縄でね、もともと沖縄出身なんですけど、はいはい、内地でちょっといろんな企業で、うんうんうん、キャリアを積んできて、ね、で、地元に帰ってきて起業されたということの、この、まあ、なぜ帰ってきて起業したかとか、はい、まあ、その野望とかね、そこまで聞いちゃうみたいな野望を踏まえてちょっとね、深掘りしてみたいなと思うんですけど、はい、ね、ゲストさんもやっぱりいろいろ水にはこだわってたりとかね、うん、今もね、うん、結構こだわってる人多いと思います、やっぱり、うんうん、もう年々そうなってきてんじゃない、うん、水への意識っていうかね、そうですね、水道水で今お米炊きたくないもん、確かに、うん、なんかなんでですか、なんか水道水信用できないですね。何で炊いてるんですか、じゃあ。あ、今は普通にペットボトルで買ったやつで、うん、ちゃんと洗ってやってますね。あ、すごいですね、はい、あんま聞かないけど。あ、本当ですか、うん、いや中にはね、うん、水道水でお米を洗って、うんうん、で洗い終わった時にそういった、まあ、ミネラルウォーターとかね、天然水入れて炊くっていうけど、うんうん、あれだって逆なのですよ ね、うんうん、洗ってる時にかなり吸い込んじゃうからさ、そうそうそう、2発目ぐらいがだいたい吸水するらしいんで、うん、まあ、その初めの水が大事だっていうふうに言われてます、ね、ですよね、うん、それだからその辺わかんないのかなと思うんだけど、でも、うん、その辺もね、だいぶ意識高まってきて、その何、汁物を炊く時も、うん、もうさ、もう初っ端から買ってきた水でね、うん、うんうん、おつゆ関係も作ったり鍋もそうだけど、うん、もうどんどんそういう風になってきてる。そうですね、で水道は質も良くなってるって言うけど、うん、まあ、どうしても沖縄の場合は、うん、この残留塩素とかこのあれ石灰っていうの、うん、そうですね、ね、うん、がシャワー浴びてる時特に感じますね、高いってね、そう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 、ね、それを見るとな、なんかやっぱ炊けないんだよな、お米すごい、うん、ありがとうございますけど、よくわからないけど、まあそう言ってもらえる人が一人でも多くいるっていうのが僕すごい、うん、嬉しいことなんで、いいですね、ま、プールに入った時に、はい、やっぱり長くプールに入ると髪がパサパサするじゃない、うんうん、するする、お指も通らないぐらい、うんうんうん、もうあれ全部残留塩素でやられてるからね、あーはーはーはー、あ、そうなんだ、だってうちにユミさんじゃないな、そういうプールのペーハーを調べながら、うん、もう学校を回ってる方がいたじゃん、ゲストで、はい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 、で、あの方が言ってたのも、うんうん、やっぱりある程度の塩素がないと雑菌できないから、うん、あ、そもう何千名ってもう、うんうんうん、そのプールに入るじゃん、うん、だからそれだけ数値が高くないと、塩素の数値が高くないと雑菌できないからってことで、うん、だから確かにもう限られてる面積ですからね、長くは入れないしね、確かに、でプールから上がったら必ずシャワー入り、ま、浴びましょう、流しましょうってなってるじゃん、あ、じゃあプールの匂いはあの匂いか、プール独特の匂いがあるじゃないですか、まあ塩素の匂いだろうね、あー、そっかそっか、うん、へー、まあそういうね、残留塩素が水道水の中にも含まれてるってことで、はい、沖縄県の場合場所によってかなり違うみたいで、うん、そうですよね、うん、うん、確かに、どこがいいとこあるんですか、うん、よく聞くのが沖縄市の浦添、
ああ合わせあたりが、水道水がうまいとかね、いや、よく聞く、それは、まあ、専門的な人が、数値調べたんでしょうね、そういう残留塩素とか、だから浄水場から一番遠い距離にあるのが合わせなのか、だからどん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 残留塩素が薄くなって飲みやすい水になってるのか、この辺はよくわからないんだけど、でも宜野湾とか浦添は悪いっていうよね、水がね。ああ、まあ聞きますね。なんか特に宜野湾悪いってみんな住んでる人たちがいますよね。なんでですかね。ね、宜野湾本当に特に効く感じがします。ね、なんか販売してると別に宜野湾の人たちが特に買ってるわけじゃないんですけどね。確かに、まあね、その辺のまあ水の知識もね、やっぱり知ってもらって、より安心安全なね、水を飲んでもらったり、特に最近ね、まあ妊婦さんとかさ、もうすぐ赤ちゃんが生まれるとかっていう方々、すごい気にするみたいね、やっぱりね、普段は気にしてないのにさ、妊婦さんになった途端赤ちゃんにいい水飲まないととか、生まれてきた赤ちゃんのミルクはやっぱりいい水で作らないととかさ、まあそう蓄積もあるからね、これ初めからはそれが飲んでいくのが大事ですよね、できてからじゃなくて、急に意識が変わるんだよね、まあ、その辺もやっぱり普段からそういう感覚があるからでしょうね、ということで、今日はね、水に関する話題とか、もしまあ、ラジオを聞いてる方とかツイキャス見てる方で、質問とかありましたら、水の専門家専門家じゃない学者じゃないけどね、それも全部詳しい人たちがやってるものを販売してるだけですから、そうですね、まあ、知ってる範囲でお答えしますので、よろしくお願いします。FM ギノワン熱深呼吸、この放送は、プレミアムウォーターワインバーセントマリノレジャーホテルかくれんぼクラブビアガーデンビーサイド、オーシャンビューネルカフェココの提供でお送りいたします。この声は聞こえてるから、届いてるから、あそこでなんていうの、裏放送っていうか、うん、一応マイク、キャン君今マイクツイキャスの入ってるでしょ、ね、あ、はい、今そうそう、ミネラルウォーターと天然水の違いです。そうです、まあ、RO 水って言われるものが主流なんですよね、はいはい、だから沖縄の場合は水道水を工場で組み上げてろ過して、雑菌して、でそれにミネラルを後から加えて、はいはいはい、販売するっていうのが今主流なんですよ。まあ、天然水の場合ですと、まあ、山から組み上げて、多少フィルターかけて、まあ、当然その汚れとか取ったりとかしますけど、まあ、基本的に非加熱っていう処理で、あまり煮沸させないで、ミネラルをそのまま残した状態で、ボトルに詰めてお届けするという、まあ、この2つの違いが大きな、ものの違いかなと。ミネラルウォーターはじゃ若干加工されてるみたいなところがあるっていう感じですかね。まあ、加工されてるっていうか、まあもの、まあ、当然だから雨から水、飲み水になったりとかっていう意味では、ほとんど同じじゃないですか、はいはい、雨から雨降って山を通って自然にろ過されてるか、工場でろ過してものにするかっていう違いなので、そこか、はい、うーん、まあ、基本的にはその違い、まあ、なんで原水が違うとか、まあ、採出するところが違うとか、まあ、そういったところで言ったら全く別物として、商品名も、ナチュラルミネラルウォーターと、まあ、ボトルウォーターっていうこの2つの、
うん、ネーミングでしっかり炭焼きされてるんですよ、はいはいはい、まあ、なんでペットボトルの、ラベルにこうやって入ってるじゃないですか、はい、ナチュラルミネラルウォーターって入ってるんですけど、うんうん、それ以外の、ボトルウォーターって言われる、うん、要は水道水をろ過しているもので、でそれに例えば海洋深層水を一部入れるとか、うんうんうん、っていう風な形になってるとボトルウォーターってなってるんですよね。まあ、だからそういう意味ではまあ、僕らが売ってる商品自体は、コンビニに、はい、陳列されてる水と同じ品質の商品なので、うんうん、まあ、より軟水に軟水で、より自然に美味しいみたいな、うんうんうん、まあ、そういう水ですよね。わかりやすい。まあ、ちんくんなるべくあのオンエアで詳しい内容のことは、はい、自分が何か気になったんですいません。オンエアで回します。大この、はい、練習みたいなもんですよ ね、 うね、はい、違う話したりしてね。イロハスはこのランクって言ってたけどね、ペンメモウォーターはこれだけど、あのイオン、昨日あの、あ、昨日じゃない、先あれこの間のイオン大鴨で、捕まって営業で、はい、イロハスこれって言ってたけどね。そうイロハス買っとけばよかったですね。すごい営業かけられたよ。あ、そうですか。ありがとうございます。買わなかったんですか。いや、もう買うわけなくて、はい、もうめちゃくちゃうまいね、これはサーバーは差し上げますっつって、うん、まあだから基本的にああいうぐらいやっぱ言わないと買わないですよ、ね、うん、買わない。まあだからで聞いたから1週間で700本売ったって、うん、まあだから結局話を聞けば聞くほどやっぱ身近じゃないですか。当然ですけど家から出たらみんなコンビニで水買ってるわけなんで、はいはい、ツイキャスの皆さん、ニラください。ニラじゃないや、コインください。コイン何すかコインって。はい、ってことで、今日もですね、オープニングでは言ってなかったんですけど、はい、どっから放送してるかなって見てる人は思ったかもしれないですけど、実はこの FM ギノワンの、屋上にあります、うん、ビアガーデン B サイドからお届けしてます。ちょっとカメラではね、逆光で白奥しか映ってないかもしれないんですけど、はい、ここから東シナ海の、マチャタン方面のね、海岸も見えますし、うん、すごく景色がいいです、ね、でまあ、ビアガーデンで半分近くは屋根になってますから、風もね涼しい感じで、うん、はい、でもうすでにお客さんもいらっしゃってて、はい、ようこそいらっしゃいませ。ね、それ。はい。もう早い時間からですね、日がまだ高いんですけど、はい、美味しそうなビールをいただいてます。ね、いいですね。いいな、飲みたいな。で、今画面で映ってる3名がですね、首からかけてるオレンジのタオル。はい、これね。これはね、実は先日ね、高校野球夏の甲子園の沖縄大会で、うん、99回の沖縄大会で、見事優勝しました興南高校のタオルですね、今日ゲットしてきました。はい、大塚社長がもう早速、府警の会社の元に伺いしまして、10枚ゲットしてきたということで、はいはい、中村明社長おめでとうございます。次男坊が甲子園出場ということでね。はい、おめでとうございます。一番バッターで活躍してましたよね。はい、もう本当すごかったですよね。
もう圧倒的な強さっていうか、うんうんうん、なんか今年の夏は沖縄勢期待できそうですね。ね、まだ1回も勝ってなかったっていうのがすごいですよね、それまで、うん、決勝の相手に。あ、まあ、だから接戦するんじゃないかなと思って、うん、ハイボール飲みながら水飲みながらもう2回ぐらいで決着がついてたんでもうどのタイミングで帰ろうかなみたいなね、ぐらいな感じでした。緊張感ある試合でしたね、うん、はい、まあ大坪社長ご自身も興南高校のハンドボール、そうなんです、ハンドボールやってて、あの今年はインターハイも出ますし、すごい、もうバスケ部も出るし剣道部も男女出るしで、ね、もう大変です。すごいですよね、はい、本当に。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あの本当にいい天気でね、今日もあのここ満杯になると思うんですけど、はい、あの、うん、ぜひね皆さん、あのビーチサイドお越しいただいて、うまいビールとこの景色をね楽しんでもらいたいなと思うんですけど、はい、まあ、夏の間はこのレッツ深呼吸はこの B サイドからお届けするということで、日程日にちは決まってません。で台風が来たら撤収して、2階のスタジオからお届けすることもありますんで、もうこれはもう天候次第ですね、はい、今日も先ほどまでちょっと真っ暗な雲がね押し寄せたんですけど、すごかったですね午後、大雨でなんか、ね、もう、はい、すいません、晴れ男なんで、もう一気に晴れちゃいましたね。急に怒ったのかぐらい雨降って、すぐ晴れてましたね。うん、ラジオとともに本当すごいですね。まあ、連日ね、暑い暑いながら、まあ、なんかね、全国的にもあの熱中症がすごいらしいですね。うん、もう先週とかもう本当大変でしたよ、なんか。うん、外での作業をされてる方とか、まあ、農家の方もそうですけど、作業されてる方はね、やっぱり水分とね、塩分も取らないと、もう熱中症にすぐかかっちゃうんで、うんうんうん、まあどうせ水分取るんだったらね、やっぱいい水を飲んでもらいたいなということで、そうですね、まあ、今月のね、本当に、スペシャルで、天然水のね、ウォーターサーバーの、ことをずっと話してきたんですけど。あ、そうだったんですね。そうですよ。はい、そういう流れになってるって聞いてたんで、すみません、はい、ゲストさんがね、いろいろ聞いてみたら、やっぱりかなりね、こだわってる方がいらっしゃるみたいで、ただ、このペットボトル、コンビニとかスーパーで売られてるペットボトルにしても、もう種類もありすぎて、はい、で、このボトルサーバー、ウォーターサーバーも、いろんなメーカーがあってですね、そうですね、よくわからないっていう意見が多かったんですけど、うん、この辺どうなんですかね、実際。まあ、実際に多いですよね、うん、今日も来る途中にバスで、ウォーターサーバーで水素水みたいなのもありますし、まあ、価格前面で1リットル20円とか、うん、でまあ、いろいろな、業者の皆さんが、メーカーの皆さんが、はい、まあ、知恵と努力を絞ってですね、はい、告知しているんで、うん、まあ、なんともあれなんですけど、まあ、基本的にまあ沖縄県の、サーバーで、まあ、僕らが今見てるものを、まあ、調べたり、うん、いろいろなところで、調べていくと、まあ、やっぱりボトルウォーターって言われる、はいはい、いわゆる工場で、ろ過して、うん、除菌して、フィルターかけてミネラル加えてっていうようなものがやっぱり主流なんですよ。うんうん、まあそれとは僕らがやってる天然水っていう意味では、うん、まあ、僕らの水は本当に熊本のですね、うん、南阿蘇、阿蘇山のですね、はい、方からですね、うん、採取水して、うん、工場で、軽くフィルターかけて、うんうん、非加熱っていう処理で元に詰めてですね、うんうん、沖縄まで運んで、まあ、一軒一軒ですね、はい、大和さんが頑張って、うん、運んでいただいて、この暑い中ね、本当にご苦労さんですよ。本当毎回来るたんびに嫌な顔してますまあでも、まあ、うちもね実は撮ってるんですけど、毎月、まあ、何曜日の何時頃午前中とかね、はい、指定すれば、うんうん、その時間帯に確実に配達してくれますから、うん、その時間だけいれば別に問題ないわけで、ね、やっぱり大和さんもね、うん、大変な中ですから、はい、なるべく、ね、行って受け取ろうっていう感じなんで、はい、お願いしたいところですね、はい、でこの、まあ、天然水がですね、まあ、阿蘇の方から
まあ、組まれてるんですけど、熊本のねこの震災とかにもあの支援されてるんですよ ね。そうですね、毎年、まあ、熊本 の、 あの水源がですね、山梨の富士山と、あの島根の、まあ、沖縄で金城といって金城っていう水源と、あと熊本の南阿蘇の水源が3つありまして、南阿蘇の水を購入してもらってるお客様からいただいてる料金の一部を、プレミアムウォーターっていうメーカーがですね、毎年毎年、寄付してですね、そこの地域の復興の、まあ、言ったら地震の震源地により近い、あの場所だったんで、まあ、そういう意味ではそこの地域の復興のためにですね、寄付を毎年、まあ、させてもらってるっていうのもありますし、またはまあ水源の水のですね作ってる工場も、会社側の南阿蘇村のですね、に登記してまして、そこの会社の利益が出れば、まあ、当然南阿蘇村に税金を落としていくとか雇用していくっていうようなことなんで、まあ、僕らもその何て言うんですかね、復興を前面に売り出すようなことではないんですけど、まあ、そういったことで一つあの少しでも貢献できたらいいなということで、頑張ってそこの地域の水をですね、お届けしようというふうに考えて今頑張ってます、はい、でもこれは消費者もやっぱり知ってた方がいいですよ、だって買って自分たちも貢献できてると思ったら、やっぱり、あじゃあこの水にしようってなりますものね、これがね、すごいあの分かりやすくなってる、この、 あのボトル、まあ一つね12リッター の、あのボトルが届くんですけど、これがあのくまモンのねあの絵がでっかく描かれてる、あ、わかりますよこれ、箱にね、入ってきますから、もうくまモンといえばやっぱり熊本じゃないですか、でこれでも一目でわかるっていうね、だからまあ多分ヤマトさんの配達の方もこのくまモンのあのケースをいろんなところに配達してるわけじゃないですか、あの聞かれるじゃないかなと思うんだよね、昨日なんかうちの母ちゃんが久々に会ったらなんかマンションの下に山田さんが持ってきてて、これうちの水って言ったら、いや違いますって言われて、同じマンションの人もなんか水買ってたよとか言って、あんた売ってないよねまさかとか言ってなんか話してましたけどね。すごいあの可愛いね、あのくまモンがこのなんかね水の容器を持ってるような、コップ持ってるんですよ。コップ持ってるんですかね。はい、そのインパクトありますよね。これね、絵が描かれてるんで、あこれはなんか熊本に支援してるんだなって、この箱にも書いてありますね、あの支援してるってことを、ちゃんと書いてるんですね、書いてます書いてます、でまたこのボトルが特徴がありまして、あのやっぱり皆さんあのよく目にするのはこの上にある容器を、あの回収して、で、まあ、また新しいのを持ってきてあの入れ替えるみたいな形ですけど、これは違うんですよね、こちらはですね、逆に空気が抜けて収縮していくんですよ、まあ、だからイロハスさんのボトルあるじゃないですか、くしゃってくず、あの柔らかいやつ、あれと同じ似たような感じで、空気が抜けていって水が抜けていくと、ペットボトルがこういう感じでくしゃってなって、あどんどん潰れていくんですね、でそれもあのペットボトルとして見せられるんで、返す手間もないですし、めっちゃ便利じゃないですか、あの家にあの回収されるまでずっと置かれてるじゃないですか、ああいうこともないんで、まあ、結構汚れを配れてもいますよね、いいですねこれは、真空状態になってるんで、あの空気に触れないんで、あの酸化しないっていうか劣化しないっていうか、普通のやつだと入れるとボコ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 ってできる言うじゃないですか、ただそういう空気が外気なんですけど、まあ、酸化する外気が入ってこないっていうのも一つの特徴としてありますね、これがあの、まあ、ワンウェイシステムっていって送られてきて、でくしゃくしゃくしゃってこうなくなったら、そのペットボトル の、 あのリサイクルの日があるじゃない、まあ、野崎で言えば毎月の第1土曜日と第3土曜日ですけど、その時にポッて出せば、ちゃんと回収してくれますよ、まあ、これね、これはいいな、エコでもあるし、リサイクルできるし、で、まあ、空気に触れない、まあ、真空 で、 ね、飲めるんで、本心安心安全でね、あの実際の段ボールにガチガチに入って出てきて、初めて開けてこのボトルに、あの水ができるまでの間、要はもう人が触るってなるとお客さんが開けないと触れないんですよ、いやそれ以外の人たちはほとんど触らずに、工場からボトル水を詰めてお届けするまで誰も触らないんで、ボトルに、へえ、だからそういう意味では結構神経質なボトルですよね、すごいですね、
誰も触らない。へー、はい、めっちゃデリケートじゃないですか。ですもうなんか笑っちゃうぐらい。やばいですね。水さまさまですね、これ。ものすごい、安全にこだわってるこのメーカーさんで、うん、すごい、うんうん、そのパンフレットの中にもやっぱり赤ちゃんの写真があって、うんうん、やっぱ赤ちゃんにもこう安全安心でね、うん、飲ませられますよっていう形で、うんうんうん、はい、お湯もね90度ぐらいで本当に87度ぐらい、87度90度弱、このサーバーから普通に、はい、もうあの、まあ、カップラーメンもそれですぐ作れるし、あ、ちょっと贅沢めっちゃ最高じゃないですか、うん、で冷水が6度ぐらいでしたっけ。そうですね、5度か6度ぐらいで冷たい感じで、うん、もうちょうどもうこの時期ね冷たい水いつでも飲めるし、うん、味噌汁もすぐ作れる、うん、そこ作れますよ。最高ですね、うんうん、で僕はもうだから朝は体冷えてるじゃないですか、はいはい、エアコンで、うん、でお湯入れて、うん、その後にちょっと水で温度調整して左右左右飲むっていう、うん、あ、いいですね、はい、そうそう、あ、便利便利、うん、まあだからそれをなんかおすすめしてます。うん、どちらかというと、まあ、昔はなんか起きたらね、うんうん、コーラガブ飲みして、はい、おっしゃなんか元気になった気になるけど、うん、はい、最近はもうほんと、あの体のなんか体内の温度あんまり冷めないように、うんうん、女性の方とかはねやっぱりこういう風に左右飲む人とか多いですからね。そうですよね、うん、まあ、まあ健康のためにね、うんうんうん、あの冷たい水よりは左右の方がねやっぱいいって言いますもんね、はい、これだったらもうすぐねワンプッシュで自分の好きな温度で、ね、はい、飲めますから。いいですね、はい、あ、味噌汁も熱さ選べる。さちゃん選べます。そうそう、熱かったら濃かったらもうなんかいろいろ調整できます。あ、いいですね、うん、そういう意味ではもうすごい便利だし、うん、うん、いいんだよね。あの、まあうちもねこれ入れて本当にあの感じたのが、はい、あのまあ、よくこのボトルサーバーっていう、ね、使ってるところの、まあ、会社とか個人宅でも、うんうん、家ではそれいろんな料理に使ったりとかしてるんだけど、うんうんうん、あの外に出るとまた自販機からあの、水のペットボトル買ったりとかさ、うんうん、あのコンビニで買ったりとかしてるんだよね、うんうん、お茶買ったりとか水買ったりとか、うんうんうん、でもまあ、これを入れることによって、うん、まあ、一番世界一うまい水が家にあるわけだから、うん、わざわざあのちょっと品質が下がる外で買う必要がないんで、うんうんうん、あのペットボトル、空いたペットボトルに入れて、うん、これを入れて、うん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 、この水を入れて持ち運ぶようになったね。まあ、普通にね、うん、コンビニで買うのと変わらないんだもんね。いやいや、それよりもいいから、うん、美味しいから、まあ、だいたい 500ml あたりで80円ぐらいなんですよ。うん、電気代とか込みで、はいはい、まあ、なんで、まあ、コンビニで108円で買うよりはお得ですし、うん、あ、はいはいはい、経済的でいいかなと思いますね、うん、はいはい、もうあともうちょっとで30分でコインください。早いな。コインください、うん、まあ、コインちょうだい、はい、コインないとまたあのちょっとチェックしてね、はい、時間、はい、ということで、まあ、あの本当にもうこの暑い時期、まあ、車の中もすごい高温になるじゃない。そうですね、うん、だから、うん、なんちゅうかな、簡易的な何氷が溶けないようなやつあるじゃない、この簡易的な、なんていうのあれ、クーラーボックスのミニバンみたいなやつ、ね、そうそう、あの柔らかいやつ、ビニールみたいな、あれにまあ、よくあの保冷剤がケーキとかについてるじゃない、はいはいはい、あれ取って冷凍庫に入れたるからたくさんそれをあの入れて、うん、でこの、まあ、天然水入れて、うんうんうん、2、3本入れたら、うん、結構長いこと冷たい水を飲めるような、うん、まあ、それ工夫して飲んでるね、うんうん、こんな感じで、まあ、やる人あんまいないでしょうね。ニキさん可愛いなと思って今聞いてたけど、いや、おすすめしたいけどやらないから多分コンビニ